竹チャンネル始まります。今は6月16日の金曜日午後3時20分をちょっと回ったところです。今日の東京市場が終わりました。今日はですね、この後、植田総裁の会見を、ぜひ聞きたいので、ちょっと時間があんまりないんですけれども、手短にマーケットの状況をお知らせしたいと思います。皆さんご存知のようにですね、昨晩のニューヨーク、今朝にかけてのニューヨーク市場、3指数ともに新高値、今年の新高値を更新するということで、FOMC でもってですね、2回の利上げを示唆したというのにですね、むしろ金利は下がって、そして株式市場が大きく上がるという、やや意外感のある強さだったんですけれども、それがさらに今日は加速したということで、日経平均の方はですね、どちらかと言いますと、やっぱり今日の日銀の決定会合の中身でイールドカーブをひょっとしたらという気持ちもあったんでしょうね。昨日は金融株、三菱 UFJ が1008円まで行って、つまりシリコンバレーバンクの破綻の前の高値を更新したわけです。引け値は989円だったわけですけれども、更新をしたと。そして今日、日銀が結局緩和を続けるということで、変化がなかったということで金融株少し緩んだんですが、結局はしっかりしてきていて、金融株どちらかというとですね、トピックスの上昇、日経平均の上昇に比べて、割安に見えてるっていう面もあってですね、イールドカーブコントロールをいじるかどうかにかかわらず、しっかりした値動きになってきてるっていうのは、そこら辺にも大きな原因があったんだろうと思います。で、私が今日注目しましたのは、前場ですね、日経平均もトピックスもマイナスになっている中で、マザーズ指数が 3% 台の上昇になってましたよね。で、午後ですね、いわゆる12時前に日銀が変わらないと、スタンスが変わらないということが発表になった後に、先物市場が上がり始めて、そして日経平均はなんと昨日つけた 33,768円というですね、今年の高値を今日抜いてですね、33,772円76銭まで今日来たんですね。引けは748円20銭なんですけれども、昨日の高値を抜けたと。トピックスは昨日の高値はまだ抜けておりませんが、逆にですね、こういうその大型株とか日経平均が戻ってきたならば、前場高かったマザーズが売られるかなと思って見ていたら、逆にマザーズも昼からも高くて、引け値 829.79 っていうのは、今日のマザーズの高値にほぼ近いところ。つまり、5番から日銀のスタンスが変わらないとなって、大型株が戻る中で、マザーズ指数はさらに統制を強めたっていうところですね。ここがやっぱり私は今日の大きな特徴なんだろうなと、こんな風に思っています。で、為替の方もですね、皆さんご存知のように、ドル円は140円の65銭なんですけど、ユーロ円が154円になってきたということで、1.1 をユーロドル超えていたものが 1.07 まで来てたのが、今日一気に 1.0953 までユーロ高になっているということですね。これはもちろん ECB が 0.25 の利上げをやったということが一番の理由であろうとは思われますが、いずれにしてもですね、市場はですね、日本株のですね、強さというのを、改めて今日は思い知らされた感じであります。動画の途中で失礼いたします。私、竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス、KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい。長期的には多くの資産も築いてみたい。毎日の利益も積み上げたい。そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。植田総裁はですね、粘り強い金融緩和っていう言葉を使ってますが、4月からはですね、この粘り強さという言葉を英語ではですね、ペイシャントという言葉を使って、より強くですね、粘り強くっていうのを発信しているってことで、これがですね、海外の投資家には大きく響いてるんだろうと思われます。もちろんですね、日銀の金融緩和だけで株が上がってるわけではもちろんないわけですが、植田総裁がですね、一番重視しようと言ってるのは、今日もですね、物価上昇プラスそして賃金上昇っていうことを言ってるわけですけれども、私ほぼ毎日のように言ってるように、日本企業がですね、デフレの間にですね、
ある意味極めて体質が強くなっていて、非常に低コストで経営できる環境を作っているので、ここからはですね、 IT による投資とか省力化への投資だとか、いわゆる、まあ、よく言われる生産性向上のための投資をもう少し続けてですね、やっていけばですね、日本企業の利益が大きく上がっていく形に体質が変わりつつあるってことを、やっぱり今の株式市場は本当に表しているんだろうと思うんですね。素晴らしいことになったと思います。まあ、岸田さんが解散を諦めたことでですね、市場は少し拍子抜けしたような、株式市場っていうのはなんかこう解散総選挙が大好きでまあこうこの解散総選挙の時のですね、ワクワクドキドキ感っていうのが、まあ、株式市場って基本的に好きなんですよね。だこれがなくなった分ですね、ちょっとこう、どうなんかなっていうのがあったし、実際昨日はアメリカでは株式市場は強くても、日本の、まあ、225のですね、先物があまり強くないし、まあ、今日の寄り付きからもですね、どちらかというと日本の先物市場あまり強くなくて、日経平均もトピックスも、まあ、冴えない動きであったわけですね。しかしずるずる下がるっていうことではなくて、割と堅調がな動きが続いていた中で、上田日銀のですね、スタンスが変わらないと報道されたら、もう昼休みの間に先物がしっかりしてきて、そしてそこでマザーズもむしろ強くなっていって、今日のまあ引けを迎えたということですね。改めて日本の株式市場の強さをですね、まあ、思い知らされたわけなんですね。まあ、33,772円76銭ということで、また昨日の高値を今日更新しました。引け値では33,706円なんですけれど、今週もまた日本株は強かったということですね。政治が情けなくても株式市場が強い、そのこと自体はまあ喜んでいいのか悲しんでいいのか分かりませんけれども、ここでもっと政治がしっかりしていればもっと良かったのかもしれません。まあしかしながら、ないものねだりしてもしょうがないので、まずはこの日本のですね、株式市場の強さというのをですね、しっかりと見極めていきながらですね、皆様にはですね、今後も情報提供していきたいなと思っています。ぜひですね、この動画少しでも気に入っていただけるんでしたらですね、高評価だけでもぜひ押していただければと思っています。私はまあ来週もまたですね、しっかりとマーケットを見ながら皆様にはどんどん情報を提供していきたいと思っています。いつも来ていただきまして本当にありがとうございます。動画の最後に失礼いたします。私竹下明則が売買をおすすめする銘柄などをお届けする投資顧問サービス KIS 公式版では、ただいま新規入会大キャンペーンを行っております。自分自身で正しい投資判断ができるようになりたい、長期的には億の資産も築いてみたい、毎日の利益も積み上げたい、そんな投資初心者がお役に立つ情報を毎日配信しております。詳しくは概要欄をご覧ください。